大田山公園、君さらず、タワー、君さらず、タワーは、千葉県木更津市の大田山公園内にある塔。木更津市にまつわる伝説にちなんだ、建築物で、塔の先端に、日本穂高と音立花姫の銅像が向かい合って立つ。日本の夜景百戦や千葉長望百景に、選定されている。1992年3月に、 ふるさと創生事業を導入し、木更津市の市政施行50周年記念に建設された。標高44メートルの大田山山頂に立ち、展望所の高さは11.7メートル、タワーの高さは28メートルである。木更津市の街中にありながら、360度の風景を眺めることが可能で、展望台からは木更津市街のみならず、東京湾まで一望でき、 対岸に東京タワーや横浜ランドマークタワーも見ることができる。天気が良ければ新宿副都心まで見渡せるという。タワーから西方向に見える長須賀地区の水田地帯は前方公園墳や金霊塚古墳など巨大な古墳が並んでいた。タワーは駐車場から見上げると船の形に見える。これは江戸時代に江戸と木更津の間で物資の往来に。 用いられた、木更津線をイメージして作られたものである。剣の形と紹介されることもある。塔の名前、君更津は、木更津氏が、氏名の由来として広めている日本穂高と、音立花姫の秘伝伝説にちなんでいる。この秘伝伝説というのは、後世の創作であり、その出典をつまびらかにせず吉田東五著、大日本地名辞書はいよいよ、 枠減りと断罪しているが、木更津市子では、木更津市にとっては捨てがたいとしているものである。日本初期は、日本穂高の統制において、相模から上ズに渡ろうとした。再突然暴風が起こって、海が荒れたので、音立花姫が身代わりに海に入ると暴風はすぐに、闇船は無事岸につけられた。こうして、日本穂高は、上ズより転じて、道の区国に入られた。 その時大きな鏡を船に掲げて、回路を取って、足裏を回り、玉砲を横切って、エゾの支配地に入られた、とするが、秘伝伝説ではこの時日本穂高は、音立花姫の運命を悲しみ、しばらくこの地を去らなかったことから、後に、君ふさっと名付けられ、木らずに変化した、とされる。しかし、実際には、木らずの地名の由来は、アイヌ語の、 キサラにちなむという説やキサゴガイにちなむという説などが出されており、未だに確定はしていないが、日本ホタカやオトタチバナ姫にちなむわけではない。君サラズ、タワーからの眺望君サラズ、タワーからの夜景君サラズ、タワーは夜景スポットでもあり、夜景クラブは人が比較的少なめで、雰囲気も良いと評している。 夜間には手を差し伸べ合う日本穂高と音立花姫の像がライトアップされる。カップルが多く訪れ、日本で特に美しい百箇所の夜景として2004年8月に日本の夜景100選に選定された。また、2011年2月10日放送のテレビ朝日の情報番組ヤジウマテレビにてこだわり循環ランキング。 恋が成就する夜景の第一位として君さらず、タワーからの夜景が取り上げられた。ありがとうございます。